こんにちは、ジャンバライターのケンです。今日も僕ですよ、はい。ただですね、今日はなんと収録現場にたまたま居合わせたというあのスペシャルゲストがいらっしゃるんで、ちょっとお呼びしたいと思います。西幸一さん。はいはい、はいはい、どうもはい、はい、何このノリどうも、西幸一です。もうこんにちは。こんにちは。なんか出ていただいて、なんかちょっと僕苦しくなってきたんで、そろそろゲストでも呼ぼうかなってやっぱそこにいたんで、そうですね、だいぶ4週ずっと聞いてきましたけど、だいぶ苦しい話題が続いてましたね。じゃあ本当申し訳ないです。せっかくなんでちょっと話してしゃべってくださいよ。なんかそうですね、なんか思いの丈があるみたいで、いろいろ。そうですね、まず、はい、そうですね、ちょっとジャンバリの、はい、まず番組についてちょっとはいはいはい、番組語りましょうか。ああ、全然、はい、語ってください。まず、まあ、番組、ジャンバルの番組というか、まあ、ゆきち100人なんですけどね。まあ、ゆきち100人、ゆきち100人、人気番組、はい、ありがとうございます、はい、いつも見てくださって丁寧やな、はい、でね、結構皆さん勘違い、ホールとか行って結構皆さん勘違いしてるんですけど、はいはい、あ、そうなんですか、はい、まず僕らがこうガチのこうライターだというなるほど、思ってる方結構いてるんですよね。はいはい、あの僕らたちはこれこの話おもろいか。決して僕たちライターではないです。これライターな丸々の話。思いますね。なんですけど、なんで出てきたんですか。なんで出てるか思いようがないですけど。僕が読んだんですよ。ごめんなさい。決してライターではないんです、ね。そうですね。ディレクターさんですもんね。そうですね。はい、作ってる側の人間なんで。はいはい。まあ、その分を考慮して今後見ていただけるとちょっとご容赦いただきたいということですかね。はい、